どうも、フリーマンこと、長谷川です。今回ですね、対中制裁に向かう世界と、どうにもならなくなっている中国、その1です。オチとしては、経済崩壊が始まった中国はどうするのか、というところなんです。まずはトランプ陣営の話です。2021年12月6日、トランプ氏は共和党の上院議員も務めた、ジョージア州知事に立候補したデイビッド・パーデュー氏に対する声明を発表。デイビッド・パーデューが、ジョージア州知事に立候補したことは素晴らしいことだ。彼は急進的な左派を恐れない保守派の戦士であり、ジョージア州で11月に民主党ジョージア州知事候補者デマヤのステイシー・エイブラムスを倒すことができる唯一の候補者だ。ブライアン・ケンプ氏はジョージア州を裏切った。彼は2020年の選挙前にステイシー・エイブラムスに屈し、大規模なよろしくないことを許してしまった。ステイシー・エイブラムスが支持する同意書に署名し、彼女と民主党が望むもの全てを与えるという愚かな行為は、ジョージア州だけでなく、私たちの国にとっても重大な過ちだった。ケンプは非常に弱い知事だ。デイビッド・パーデュー氏は所得税を廃止し、選挙権を確保し、憲法修正第2条を守り、偉大な農家を支援し、アトランタなどの犯罪を抑制し、偉大な退役軍人の面倒を見て、親に学校を任せるだろう、などと語ったんです。同日の別の声明でも、尊敬する上院議員のデイビッド・パーデュー氏が、ジョージア州知事選でライの、名ばかりの共和党員のブライアン・ケンプ氏の対抗馬として出馬することになったようだ。ジョージア州の選挙の整合性をひどく傷つけたブライアン・ケンプが、投票上でうまくやれるとは思えない、などと述べています。同日には FOX ニュースのトランプ氏のインタビューが放送され、国境、報道機関などについて、我々は自由な企業に戻らなければならない、平等な報道機関が必要なのだが、それが今はない、ビッグテック、巨大 IT 企業で起きていることは不名誉なことだ、我々にはやるべきことがある、そしてそれは必ず成し得る、我々は人々を味方につけることができると信じている。例えば、有権者証明書の発行を望まない人、強力な軍隊や国境を望まない人、手先のような人々を国に流入させたい人などが大勢いる。彼らは国境で目の当たりにしていることを信じられないし、中には本当にそう信じている悪い人間もいる。中間選挙では共和党が大勝利を収めると思う。彼らが戻ってくるのは非常に難しいと思う、と答えたんです。その翌日の12月7日には大東亜戦争の開戦となった真珠湾攻撃に対する声明、ツイートをトランプ氏、ポンペオ前国務長官がそれぞれ発表。トランプ氏は、今日私たちは80年前のある日に究極の犠牲を払った2403人のアメリカの愛国者たちに敬意を表し、記憶に留めます。忘れもしない真珠湾攻撃は1178人の勇敢な兵士に重傷を負わせ、4隻を沈めました。米海軍の戦艦が沈んだことは、我が国の揺るぎない決意と第二次世界大戦で名誉ある任務を果たした人々の勇気、そして我が国を守り続けている人々の勇気を厳粛に思い起こさせます、と述べ、ポンペオ前国務長官は、今日私たちはパールハーバーへの攻撃で命を落とした無視無欲の男性、女性に敬意を表します。彼らの勇気は決して忘れられることはありません、とツイートしています。ただ、真珠湾攻撃については当日のアメリカは日本側の通信を傍受していたので、その情報を知っていた上で日本に真珠湾を攻撃させて大東亜戦争が始まっているのが実際のところです。これについては戦後に日本に来たアメリカの日本占領軍 GHQ のトップダグラス・マッカーサーも、日本が補給路を断たれたことで安全保障上やらざるを得ない自衛戦争だったと、1951年5月3日にアメリカ上院軍事外交合同委員会で証言しています。同日にはトランプ氏は上院の共和党リーダーミッチ・マコーネル氏に対する声明を発表。共和党の上院議員たちが民主党が推し進める恐ろしいビルドバックベター法案との戦いについて話しているのを見ている。今共和党はより困難な戦いを始めているが、私は彼らにこうなるだろうと言っていた、
哀れだ、マコーネルがジョージア州の上院議席を2つ奪い、大統領選挙を戦おうとしなかったように、彼はこの法案にも手を出したのだ、などと述べたんです。実はこの日、マコーネル氏はアメリカの年間で借りられるドルの国債の上限を2兆ドル引き上げる債務上限引き上げの一度限りの手続きを開始してしまったんです。つまりマコーネル氏は有権者を無視して自分たちのやりたいことをやっているだけなんです。12月11日にはトランプ氏がラジオ、テレビパーソナリティのビル・オライリー氏とフロリダ州オーランドを訪れることを声明で発表。フロリダ州のサンライズで、明日はオーランドで会おう、大混雑だとトランプ氏は述べ、12月12日に The History Tour と銘打ったイベントを展開。これはオライリー氏の FOX の番組でも放送されたんですが、会場にはたくさんの人々が詰めかけていました。イベントでトランプ氏は何を話したかというと、中国は大規模な軍隊を持ってる。私はこの質問をプーチンにしたんだ。プーチンは面白い男で、ちょっとお笑いが好きで、皮肉が好きなんだ。中国について聞いてみたところ、彼はとても真剣だった。彼は正確な言葉でこう言った。They are a great and powerful force. 彼らはパワフルな強国だ。プーチンに微笑みはなかった。韓国を保護するために長期的な契約を結んだ。韓国のために生活費は増加している。それは何も得るものがないようなものだと思う。我々は何も得ることができず、とても悲しいことだ。我々は韓国が大好きではあるが、韓国はとても裕福な国であり、我々が韓国の軍事費を負担する理由はないのだ。年間50億ドルものお金を払う理由はない。世界の中でも非常に危険な地域だ。それはとても危険なことだ。つまり、巨大な核戦力やその他の能力を持つ渦中の人物の隣に座っているのに、我々にお金を払わないのだと述べていたんです。そしてイベント後にトランプ氏は、昨日フロリダ州のサンライズで素晴らしい時間を過ごしました。とても刺激的で情報が豊富で楽しかった。そう遠くない将来、大規模な集会をしにこの地域に戻ってきたいと思っている。その時はまたよろしくとコメントしたんです。12月12日にはまたもやミッチ・マコーネル氏メディアに対する声明を発表。マコーネル氏には、ミッチ・マコーネルは全てにおいて民主党に勝利をもたらしている。この壊れたヨボヨボのカラスはどうしたものか。彼は共和党の上院議員と共和党を傷つけている。いつになったら彼をリーダーシップから外すのか。彼には債務上限のカードを切る勇気がなかった。民主党は折れる準備をしていたんだ。見てるがいい。彼らは最初の機会に債務上限を我々に対して使うだろう。そして彼らは折れない。そうなったら大変だ。ミッチを辞めさせろと述べ、メディアについてはフェイクニュースメディアが私の発言をどれだけ不正確に報道しているかは驚くべきことだ。私の発言を取り上げて文字通り正反対のことを書く。彼らは本当に国の恥であり、災害である。Make America Great Again!と発言したんです。12月13日には先日共和党を除名されたリズ・チェイニー氏に対する声明発表。リズ・チェイニーが彼女の父親が副大統領だった時、そしてその後も全力で彼女の父親を潰そうとしたのと同じ人々、急進左派の民主党員を支持しているというのは皮肉なことではないか。彼らがリズを使い終わった時、彼らは彼女をも潰すだろう。リズの地元ワイオミング州では彼女の世論調査の数字が過去最低になったと述べたんです。実際走行ストラテジーズの世論調査では、チェイニー氏はトランプ氏が支持するハリエット・エイジマン氏に18ポイントの差をつけられています。つまりトランプ氏が共和党内で圧倒的な支持を得ている状況なんです。12月15日には1月6日の連邦議事堂暴動事件を調査している下院特別委員会メンバーの民主党のアダム・シフ議員がトランプ氏の元首席補佐官のマーク・メドウズ氏とトランプ支持者トム・ジョーダン議員とのやり取りをしたメールを改ざんし、証拠として提出したことが発覚。これに対し声明で、ずる賢いアダム・シフはアメリカの恥だ。これをどうするつもりだと発言。
ここでも民主党らしい動きが出ています。12月17日にはトランプ氏は声明でトランプ支持者のマージョリー・テイラー・グリーン議員の活動を紹介。そこではまともやミッチ・マコーネル氏の政府の予算に関する債務上限引き上げについて、グリーン議員はミッチはバイデンの犬だとツイッターで批判。グリーン議員は民主党側に有利になるようにマコーネル氏が動き 31.5 兆ドルの債務引き上げを強行したことを非難したんです。12月16日にはトランプ氏の夫人のメラニア夫人がデジタルアートワークとオーディオファイル、そして新たなプラットフォーム NFT を開始、この収益の一部を里親支援活動に寄付すると表明。 NFT では限定版としてメラニアのビジョンも12月16日から大晦日まで期間限定で購入できるそうです。ポンペオ前国務長官も12月7日に中国、現在のアメリカに対して怒りのツイート。責任ある米国の指導者たちは国際的な女子テニスのスター選手である彭帥さんに起こったことを見て、共産主義中国の国境内では我々の選手が安全であると結論付けることができないのか。中国共産党は中国の民主主義が米国よりもより広範で本物で効果的であるという物語を推し始めた。はっきりさせておこう。中国共産党は基本的な人権を無視し、よろしくないことを行っているのだ。民主主義は宗教のメニューにないのだと述べたんです。12月16日には大衆庁の北京五輪の外交ボイコットを批判。この動きを不十分だ、大会を完全にボイコットすべきなどとツイッターで主張したんです。トランプ氏の元報道官ケイリー・マケナニー氏も共和党の元アーカンソー州知事のマイク・ハッカビー氏の番組に出演。その際にハッカビー氏からホワイトハウスであなたがトランプ大統領から学んだ私たちがまだ知らない話をしてくださいと促され、この仕事に就いた後トランプ大統領が初めて私に電話をかけてきた時のことは忘れられません。ケイリー、君の娘は大丈夫かな、ご主人は大丈夫ですかと聞いてくれたんです。また私が大統領と一緒にマリーンワン、大統領専用ヘリに乗り込んだ時のことです。エアフォースワンに乗るために離陸するところでした。そしてトランプ大統領はこう言ったんです。なぜ今夜は家族と一緒にいないんだ、なぜ君はここにいるんだ、私はあなたの報道官です、私はここにいますと言いました。トランプ大統領はいや、なぜ君は夫や娘と一緒にいないんだと言いました。私の夫は野球の試合がありますから。トランプ大統領は待って、あなたの夫は野球の試合をしているの、メジャーリーグの投手なのかい、私ははいと答えました。トランプ大統領は一晩中私になんで旦那さんを見てないのと言っていました。野球の試合を見に行くべきだよ。そしてマリーンワンが着陸すると、大統領は私に私の大統領執務室のプライベートダイニングルームに行って夫を見守っていなさいと言ったのです。今後彼の試合は絶対に見逃すなと。私はこの人は家族を大切にする人なんだと知りました。彼は本物です。大統領の下で働けたことは光栄でしたし、あなたハッカビー氏の下で働けたことも光栄でしたよと述べたんです。共和党のカリフォルニア州選出のデビン・ヌネス下院議員もトランプ氏を支持するために、トランプ氏のメディア企業 TMTG の CEO に1月に就任するために12月6日に下院議員を辞任。 IT 業界での勤務経験はヌネス氏はないそうですが、今後どうなるんでしょうか。その間アメリカ議会でも対中制裁に向けた動きが始まっています。12月8日に下院では中国のウイグル人の強制労働を防止するウイグル強制労働防止法案が賛成428、反対1で可決。これによりウイグルで作られたものが原則全面輸入禁止になります。つまり日本企業の場合はユニクロなどがその対象になってきます。はっきり言うと、今後ウイグルと関わっていた場合にその企業がドル決済ができなくなり、企業が潰れるということになります。同日に下院は中国のテニス選手彭帥さんの件について IOC を批判する決議を可決。IOC はオリンピックのテニススターである彭帥の幸福よりも中国共産党とオリンピックのスポンサー企業をなだめることを重視している
という下院議員の声も上がっています。バイデン大州長が全く仕事をしないため、議会がホワイトハウス側に今まで以上に強く求める動きをしているんです。以前の動画でも話しましたが、現在のアメリカ議会は毎年出している国防に関する法律の国防権限法などで対中制裁をするようにホワイトハウスに強く迫っている状況です。だから前回の動画で大州長陣営は仕方なく北京五輪の外交的ボイコットを発表しています。共和党の元上院議員でトランプ氏の支持者だったボブ・ドール氏も先日肺がんで亡くなったんですが、アメリカ国民へのお別れの手紙の中で、死んだ人に選挙の投票権を与えてきたシカゴの歴史を嘲笑ったんです。天国はカンザスに似ているという私の考えが正しいのかどうか、また先人たちのように私がまだシカゴで投票できるのかどうか知りたいと思っていることも告白しますと手紙に書かれていました。つまり民主党政権下のシカゴで死んだ人が選挙で投票できている状況を皮肉ったもので、観客からは大きな笑いが起きたんです。フロリダ州のロン・デサンティス知事もあの病気のオミクロン株について改めてロックダウン、ワクチン義務化を行わないことを12月7日に宣言。ファウチ主義を押し付けるのは間違っている。フロリダではあなたを閉じ込めたり制限させたり義務を課したり学校を閉鎖させたりすることはありません。ここは自由の国だ。人々が悪い環境に置かれた時、つまり犯罪との戦い方を知らない州がある時、人々を拘束したり強制したり多くの愚かなことをしている州がある時、人々はより良い場所を探すだろうと述べ、フロリダが全米であの病気の感染者が少ないことをアピールしていました。 FOX の番組司会者ローラ・アン・イングラハム氏も民主党に対する批判を12月9日に展開。自由は前進します。もちろんここでの究極の皮肉は、最近の民主党が行っていることや支持していることのほとんど全てです。私たちを民主主義と自由を弱体化させ、ワクチンやマスクを義務付ける、心配している親をテロの脅威と称して調査したり、もちろんソーシャルメディアの仲間を通じて政敵を排除したり、中国をなだめるために有権者証明書を廃止したり、署名認証や選挙に反対したり、投票用紙の収穫を促進したりしています。これらのことは自由を擁護しているように聞こえるでしょうかと述べたんです。またメディア関連ではワシントンポストが12月8日に中国関係の社説を投稿。アメリカのジェノサイド五輪ボイコットは始まりに過ぎないというタイトルになっており、大州長陣営が北京五輪の外交的ボイコットを発表したことから始まり、それがテレビ局やコカ・コーラ、ビザカードなどの中国とつながっている企業に対しても批判が向けられています。ここからが評価差関係ですが、12月8日にウィスコンシン州の選挙委員会の公聴会において、元同州最高裁判事のマイケル・ガブルマン氏が証言。この公聴会で同州は Facebook のマーク・ザッカーバーグ氏の社員でオバマ元大統領の元工作員を召喚すると発表。ザッカーバーグ氏は州の選挙実施を支援する目的で約4億ドルを注ぎ込んでいますが、これは今後の展開が興味深い話です。同日の OAN の報道では、100年以上登録されている現役有権者が119,283 人いるそうで、2021年8月のファイルで現在非活動中となっていますが、2020年11月に投票した有権者が 42,000 人いて、ウィスコンシン州政府はこのアクセス権をザッカーバーグ氏の民主党工作員に与えているそうなんです。事実なら大変なことになってくる話なんです。さらに同州のケノーシャ市では、ザッカーバーグ氏の資金は民主党支持者の有権者が投票しやすいように使われていたそうで、なぜか同州の15万7000人の有権者が同じ登録番号を持っているという恐ろしい事態になっています。これは一体どういうことなんでしょうか。先ほど触れたトランプ氏が支持するジョージア州知事候補のデイビッド・パーデュー氏もこの関連で動いており、ジョージア州の選挙管理法違反の提訴を12月10日の段階でしようとしています。パーデュー氏によると、161のバッチの投票用紙、約1万6000票、ジョージア州の全選挙戦の投票数よりも多い
が認証結果から除外されたとしています。このように全米で選挙の投票制度を見直そうという動きが出ているため、日本の時事通信にとっては都合が悪そうな感じで報道しています。今年1から9月にかけて少なくとも19の州が不正防止のために身分確認を厳格化する投票法を改正していますが、時事通信にとってはそれが面白くない模様で、ネットでは中国からお金もらって書いてる記事、身元確認を厳格化したら投票制限なのか、誰に書かされた記事なのか察しちゃいますね、などの声が上がっています。ここからがあの病気関連ですが、オミクロン株については以前の動画で話したようにそこまで重症化しないようで、どうやら風邪のウイルスの一部を獲得して変異した可能性が高いという見解を12月3日にアメリカの研究者らが示しました。 WHO アフリカ地域事務所も12月8日に同様の見解を発表。ただ日本国内では12月6日にオミクロン株の3例目が確認、イタリアに滞在歴がある30代の日本人男性が感染していましたが、8月にモデルナ製ワクチンの2回接種を終えていました。12月16日には東京都内でオミクロン株の感染者が検疫以外で初確認、直近に海外渡航歴があり自宅待機中に感染が判明しました。さらに12月20日から日本への入国帰国後のワクチン接種証明の交付をするアプリが発行予定となっています。イギリスでは12月12日にボリス・ジョンソン首相が気になることを話しており、オミクロン株の高波が来ている、良いニュースは我々の科学者が3回目の投与、つまりブースター接種で我々全員の防御レベルを上げることができると確信していることだと発言。これはイギリスのあの病気の警戒レベルが4に引き上げられて数時間後に表明されたんですが、果たしてそれが正しい防御レベルの上げ方なんでしょうか。12月3日にカナダのトルドー首相も非難が殺到する発言をしていて、5歳になるとすぐにワクチンを接種できるようになります、興奮していることは分かっています、熱心に取り組んでいることは分かっていますと発言。その翌日の12月4日にはツイッターでも、自分のため、子供のため、そして大切な人たちのためにできる最善のことは予防接種を受けることです、ソフィーと私はすでに予防接種を受けました、そして今日ハドリアンは初めての予防接種を受けました、もしあなたやあなたのお子さんがまだ予防接種を受けていないのであればできるだけ早く受けてくださいと述べたんです。これに対してネットでは、彼はどこの世界に住んでいるんだ、悪夢のようだなどの声が上がっています。トルドー首相はさすがはカナダの小泉進次郎の異名を取るだけはあります。日本でも国立国際医療研究センターの忽那賢志医師が2020年2月20日にマスクが感染症の予防につながるという証拠はないと発言していて、11月30日の日経新聞では忽那医師が、日経のコメントなのか不明ですが、マスクの着用、高いワクチン接種率という要素が日本の感染数減少につながっていますという文章が載っていました。ところが12月6日の段階でマスク義務化をしているドイツでは直近の7日間で感染者が急増しています。ちなみにドイツではワクチン未接種者をロックダウンし、スーパー、薬局などの必要以外の行動を厳しく制限していますが、12月8日の段階であの病気の死者数が今年2月以来最多の1日527人を記録。しかも12月11日には同国のハンブルクで数千人がワクチン義務化の抗議デモを行い、ブランデンブルクでも同様にデモが起きています。さらにドイツ警察は公共の場で折りたたみ式の定規を使って人と人との距離を測定することを開始、フランクフルトでその光景が見られています。しかもドイツのクリスマスマーケットでサンタに扮した人もマスクをしていないことで逮捕されてしまったんです。こんな状態のドイツは3回ワクチン接種を行っているにもかかわらず、南アフリカで25から39歳のドイツ人7人がオミクロン株に感染。この7人のうち6人がビオンテック、1人がモデルナのブースター接種を受けていました。この他にもスペイン・バルセロナやフランス・パリ、オーストリア、ウィーンでもワクチンなどに対する抗議デモが12月12日の段階で発生しており、スイス・オーストリアは国境で抗議して団結をしています。トルコでも12月12日にワクチン接種証明であるワクチンパスポート反対のデモが起きているんです。
またトランプ氏の盟友であるブラジルのボルソナロ大統領はワクチンパスポートについて、なぜワクチンのパスポートなのか、なぜ彼らはブラジル人にこの首輪をつけようとするのか、我々の自由はどこにあるのか、自由を失うくらいなら死んだ方がマシだと12月8日に発言しています。この状況で12月8日にファイザーの CEO アルバート・ブーラ氏は3回目のワクチン投与から12ヶ月後に4回目の投与を行うと予想していましたが、それよりも早く必要になるかもしれないと CNBC に語ったんです。ちなみにファイザー、ビオンテックが発表した最初の実験結果によると、3回目のワクチン接種はオミクロン変異体に対して有効ですが、最初の2回のワクチン接種では新種に対する防御能力が大幅に低下した結果が出ています。そんな中、日本では欧米に比べて極端に感染者、死亡者数が少ないんですが、以前の動画で話した自然免疫を作り出すシュードウリジンがワクチンに使われていることに加え、理研の研究によると日本人に多い免疫タイプ A24 があの病気に対しても効果があることが12月8日に判明。 QYI というペプチドが現れ、あの病気を殺傷するキラー T 細胞が反応するそうなんです。今まで日本ではこの件についてファクター X と呼ばれていたんですが、この免疫タイプがあることで感染者、死亡者が世界的には少ないそうなんです。ちなみにこの免疫タイプを日本人は約6割持っていますが、欧米人は約 1,2 割しか持っていません。これはシュードウリジンの件も含めて非常に興味深い話です。ここまでが1本目ですが、2本目は世界情勢に関する話をしていきます。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。